はい、皆様おはようございます。メガネ君または黒持ちと申します。今回はユーロトラックシミュレーター、多分11回か12回か分からんけどまあ始めていきましょうか。なんかオンラインがねできなかったんで、まあいつも通りフレイトマーケットね、お金をどんどん稼いでいこうと思います。んー、距離単価が高いやつね。チェコあんまりないね。ドイツが経済大国なんで高いのあるかなと思ったんですが、その他、あー、これ一番高いね。なんかね、鉢植え、すごいいいねこれ。これやってみますか。やろうか。日曜日9時、昨日寝た状態で始まったんで、クイックトラベルですね。ワールドマップ。どれや？あ、これだ。ドルトムント。まだ総配率 5.85%。まあ、ドムトルント行きましょうか。うん。クイックトラベルどっちやったっけ？クイックトラベルこっちね。ドムトルント2号。確認。え、いけんのんか。修理せんといけないってことで。まあ、修理はいいや。じゃあ、変えましょうか。仕事。クイックジョブじゃない。フレイトマーケットで、ここでね。うん、これがいいね。まあ長い方がいいかもね。遠いね、これ。一番高い。あ、これいいじゃん。よし、これこそ一番の仕事。バッグ入れて。はい。いける？はい。外輪先をつけましょう。で、左に曲がるんですね。OK。ちょうど今、隣の人がね、出ていった音がしたんで。今日は結構声出せますよ。まあ、いつもと変わらんけどね。おっかいじゃん、めっちゃ。あ、間違えた。右側通行じゃん。信号無視になる、これ。ならんくてもいいよ。左側通行かと思うじゃん。左ハンドルなのに。左ハンドルは外国ですから。では、接続ねしましょう。フレイトマーケットで引き受けましょう。ギリギリまで寄って、で、こんなもんですかね。オッケー。ゆっくり下がって、はい、止まりましょう。はい、で、右に曲がろう。見えんね。ミラーが四角になるって。あ、おらん。はい、行きましょう。自然移行、自然移行。はい。はい、オッケー。あ、今の運転良かったね。エンジンブレーキを活用する。ブレーキはほとんど使いませんから、私はね。ブレーキ使わずに運転してね、教習所で怒られたんですよ。シフトダウンで減速しようとしてんの？おかしいよ、それって。本当にこんな感じだったからね。右に行こう。
青です。オッケー。この先左なんで右か。で、前にちょっと遅い車がいるので車間をちょっと広めに取ろうということでね。これが安全運転の鏡。右に寄ったってことは左に行く？安全に行きましょうか。全然安全じゃなかったね。トラックってこんぐらいさ、うならせる人おるよね、たまに。あーなんて。あれの意味はこれだったんで、シフトチェンジの回数を減らしたかったんですねって思うけど。っていうか10速とかあるの、ある車でさ、どうやって変速するんですかって。押し込んどんかな。6速まであって1速押し込むと2速になるみたいなね、そんなんかな。で、右に行きますと。で、ここ加速注意ね。で、OK。これは結構車間距離近いですよ。実際だったら絶対こんなに車間距離は近くしないで。だって急ブレーキしたら間に合いませんからね。あ、じゃあちょっとマップ見てからさ、ナビゲーション、ワールドマップから、途中ミュンヘンブルク経由しましょうや。まあ、とりあえずこれでいいや。到着したらすぐに折り返せばいいし。クルーズコントロールを入れ直しましょう。この道通ったことありますね。1マイル落とすだけではこんなに車間が開いていくね。まあ、1キロって言っても1キロってことは1キロで歩くとして、まあ1時間で1キロ進むってことでしょ。1秒で1割 3.6、 1割4をしましょう。まあでも25センチも進むね、1秒で。こんなにも離れたよ、もう100メートルぐらい離れたね。
ていうことは4倍だから40秒、こっちか、危ない危ない、1分は経ったってことね。ちょっと何を計算してるのか分からんけど、はい、右来てません。 OK、 結構珍しいよね、ヨーロッパで飛んでるってね。矢印の方向が出とる。ということは相互通行にもできるってことですね。まあ、大体の日本でもそうなってますよね。トンネルの手前になんか中央分離帯の広いスペースみたいなのがあって、そこからガードレール取り外して、相互通行できるようになってますよね。東京方面は右方向だってから、こっちか。絶対にああやって間違える人おらんと思うけど、高速道路と一般道の区別がついてないんですよね。一般道だったら、バイパス以外だったら別に戻れるけどね。エンジンが故障が著しいよ。著しい。はい。クルーズコントロール。休憩はしなくて良さそう。燃料は次でついていこうか。燃料が2ユーロ超えたら、1リットルあたり2ユーロ超えたらもう高いですから。次の給油所でちょっと見てから継ぐか決めましょう。一回だけ燃料切れになったことあったんですよ、個人でやってる時にね。まあその時は燃料頼みましたけど、劣化するのはもったいないですからね。また国境か、ドイツとチェコか。じゃあドイツに入りましたね。じゃあなんか二人乗り禁止みたいなマークあったけど、そういえばユーロトラックでバイクって見たことないね。またエンジン切れたよ。味噌菌美味しかったよ。昨日も言ったか。味噌菌飯がね、買えなかったんですよ。まあ本当は買いたかった。まあ容量がちょっと少ないらしいんで、まあ、味噌菌で良かったかなと思いました。自分のねコンビニ 10人ぐらいね味噌菌買う人が来てて、並んではなかったけど、10時になったらなんか青いバンジューみたいな箱の中に味噌菌と味噌菌飯がね入った箱が出て、
みんな取っていくスタイルでしたね。お、総額ローン返済。なんか早いな。ちょっと検索しよう。オッケー。これが運転の気配りね。追い越し車線もいなかったんでよかったね。でちょっと車間。多分戻るでしょ。それで50キロでキープしたら前のトラックも行くでしょ。一番4車線もある。ここ珍しいね、4車線って。尾道なんか1車線しかないですよ。追い越しできません。あ、間違えた。間違えちゃったよ。なんかこの形変ですね。こっからこう出て、こう出て、別に寄らなくてもいいけど、逆走しようか。こっからこう出て、こう出て、ここは逆走してこう行けばいい。で、それが今来たところを戻ればいいか。あ、いいね。じゃあ逆走しましょうか。ビギラ足らん。どこに当たった？これか、戻っていっぱい。でもここでもう展開できるから。こうしないとね、間に合わないですから。ダメそう。なんでそんな近づいてくるの？こっち行こうか。こっちから攻めよう。こうだったらいけるはず。逆。よし、これでいけるはず。よし、これでいける。よし、押し込め。よし、いけるいける。オッケー、いけた。
これで制限速度もないんで。現実では絶対にやらないでくださいね、皆さんは。私はやるけどね。教習所でやる鋭角カーブみたい。ああ、鋭角カーブってこんなところで使うんですね。思いもよらなかった。ちょっとこっち行かないとね、トレーラー、鋭角になったら、うちが行きますから。よし、OK。これでもルート変更されるはずですよ。はい。OK。ね、都市に入りましたって聞いたら、ほら、来た。危な。どっかで旋回しましょうか。はい。ん？何してんのこの人は。どこで？え？何したのこの人たちは。この人たちは何をしたの？この人たちは何をしてるんですか？だね。こうやってさ、ヨーロッパってさ、車線ごとに信号機があるから、あるけね。その分ではね、青信号とか矢印とか必要ないですね。お、ギリギリ混ざってるわ。オッケー。そろそろ青になるんじゃない？はい。展開しました。仕事？で、これは削除。OK。ではもうちょっとですね。続きをいきましょう。まあ8で十分。そのまま右行く人はこっち行くんか。左から近づいてきたね。危ない。びっくりした。
加速車線はなくなる。あ、もうちょっとですね、10分ちょっとぐらい、20分の1にすればいいってことだね。ということはあと10分か、ちょうど。橋がいいね。なんか遅い。まあ、ここで燃料補給しましょうか。突っ込まないでください。ヘリコプターおる。こっちか。燃料高いか？お、安い。満タン給油しちゃいましょう。3ユーロぐらいでいいかな。安いとこもありそうですね。はい、OK。遅いね、なんか。制限が遅いんでね。よし、ここから解除。みんなこっち行かんといけんかったってことね。こっちのトラックもだいぶ減速しとるね。後ろめっちゃ詰まってるけどね。このままでいいか。50キロだったらまあ9でもいいと思うけど、エンジンブレーキ覚醒をするんだったら8に直す必要があるよね。お、次曲がるね。ちょっとゆっくりになろうか。来てないことを確認して。いや、あのトラックさ、ずっとこっち走ってなかった。U ターンか、じゃあ。
重そうですね、あのトラック。オッケーオッケー。まあ、こういうことがあるけ次元作戦といけんのよね。スマホに気を取られた。まあ、このまま行ってもいいでしょう。車間距離歩く、開くし。何開くって。開くと開くがごっちゃになったわ。テンテレツタタンツタンタタンテンテレツタタンツタンタタン。制限速度遵守。でも80キロぐらいでしょ。遅いね結構。あと100分ってことは10分か。ん ?5 分ですね。なんか遅い宣言速度。こんなことはなかったわ。これはそのまま行っちゃおう。もう少しで着きますね。到着予定時刻が1時間を切った。あ、でもさ、1秒で1分ぐらい進んどるってことはさ、もうあと1分ってことじゃない。車線数減少。山があるんですね、この道路の形ってことは。この山を切り抜くのが無理ってこと、無理だったけ、こうやって配置したんですね。迂回するように。日本の道路みたいな。まあ、日本のだったら多分相互通行にしてると思いますけど。
トンネルがある。脇見運転は危険ということで。次右ですね。なんか遅くなってますね、前が。37ってことは一般道に降りるってことですね。え、全然一般道じゃなくない？オッケー、もうちょっとで着くよ。シュットガルト、シュワルツシルトみたいな名前ですね。一個落として、こんなもんでいいでしょ。このスピードでも全然大丈夫でしょ。上り勾配が急です。ここも行けるんじゃない。電線だからダメですね。あ、このままいいじゃん。OK。 危な。はい。奥か。納品しよう。40か、またしかも端。あ、これ難しいやつじゃん。なるべくこっち向けて、逆逆、ハンクラハンクラ、こっちですね。逆逆、最大限に右に切って、でこれも右に切ろう。切ってから、あ、当たりそう。当たりそうですね。あ、クリープ現象。
電源モードが変わったからちょっとカクつくわ。こっからどうする？こっからどうするって、こう右に落ち込めば大丈夫でしょ。押し込んで、で、こうして、これでまた下がるでしょ。これ来たら余裕ができるでしょ。余裕ができるから、ちょうど、あそこの段にはまれそうになるよと。間違えた。横になって横に。最初からこっちやっとった方が良かったね。はい。こっちの方がすぐ楽じゃん。できるじゃん。縦にしてから入れようや。あ、ちょっとむずいこれ。これでもまっすぐにしてからさ、ハンドル切ってから、あ、これでいいじゃん。何もそんなことムズムズする必要なかったね。難しいを苦戦するをムズムズすると言わんね。下り勾配ね。ブレーキ使いながら行こうか。当たってますね完全に。これは結構めんどくさい。右当たってるって。出た方がいいって絶対。もう整体しよう整体。で、こうしたらもうできるから。これでもノンアクセルでいこう。はい、 OK、 納品完了。ハーキングチャレンジ、操縦ボーナス、結構いいね。愛好家、続けましょう。じゃあ今回はね、まあいい感じの配送なんじゃないかな。もう事故ったけどね、普通に。それは絶対におかしいと思うんですけど、まあ皆様事故らないように気をつけてということで、今回は終わっちゃいましょう。で、パート11か12、わかりませんけど。ありがとうございました。また次回の実況動画でお会いしましょう。まあ実況ではないけどね。